ハロンズ岩見沢は、北海道岩見沢市にある、北海道競馬、万栄競馬の場外勝馬投票券発売所である。本項目では2013年より開設している、J プレイス岩見沢についても記述する。岩見沢市の中心部に位置する。岩見沢競馬場での競馬開催が休止された後も、北海道競馬と万栄競馬の場外発売を、引き続き行っている。北海道、 帯広市がともに場外発売の実施主体となっている。施設所有者は岩見沢市で北海道競馬、万栄競馬ともに施設を賃借している。1階を万栄競馬が利用し、2階を北海道競馬が利用している。当発売所は開設当初より北海道競馬と万栄競馬の共同で設置されている。現在では、 北海道競馬の場外発売所である相場が全道各地に設置され、その多くで万ニ競馬と北海道競馬の場外発売を行っているが、それ以前から一つの施設で万ニ競馬と北海道競馬の場外発売を行っていたのは、本施設と旭川レーシングセンターのみであった。場内には万ニ馬、勝太郎の像がある。 実況やオッズを放映するモニターは2階に多く配置されている。1階はモニターの数こそ少ないものの、2階にはない大型映像装置が設置されている。2階には畳敷きの小上がり席がある。またかつては2階に蕎麦店もあったが、現在は閉店している。2階のみ発売している場合、1階の売店は休業となる。 逆に1階のみ発売している場合は2階の売店が休業となる。なお、喫茶、軽食コーナーは2階で発売がない場合も営業している。中央部にはエスカレーターがあり、1階と2階の一機機に使われている。このほか、階段も2カ所設置されている。2階発売所には一部禁煙席が設置されているが、喫煙席とは仕切りを設けていない。 両主催者がそれぞれ主催レースの発売を行う他他地区の地方競馬を場外発売する。北海道競馬の窓口での万ン競馬の発売及びその逆については、北海道競馬の窓口で平日に万ン競馬を発売する以外には実施されない。また、他地区の競争を広域場外発売する場合は、両主催者の間で取り扱いが異なり、1階と2階で、 同一の主催者を広域場外発売する場合でも、発売レースが異なる場合がある。2013年3月23日より、2回の北海道競馬発売所で、日本中央競馬会からの委託により JRA の全レース場外発売を開始。JRA 発売時は、J プレイス岩見沢と呼称する。なお1回の万栄競馬発売所では、 JRA の場外発売は行わない。2015年4月18日現在、全レース100円単位。1回2回とも広域場外発売する場合は、発売主体となる主催者に準じて、すべての掛け式を発売する。発売、一部主催者のみ、発売なしニエイ競馬北海道競馬枠人へを、発売する場合でも、枠人へのうっつ表示は行わない。 JRA 場外発売は GI 競争に限り前日発売も実施。ありがとうございます。